日本キリスト教団神聖会とは、キリスト教プロテスタントの合同協会である、日本キリスト教団のバプテスト派教会のうち、教団内に残った教会とそれらの教会と深い関係がある教会によるグループである。事務局は、東京の三崎町協会。日本の敗戦後に、日本キリスト教団から独立するバプテストの教会が多い中で、 日本キリスト教団に残留する教会の補助連帯、各個教会間交流を目的とする日本、キリスト教団のバプテスト派、北部バプテスト同盟、現在の米国バプテスト同盟の加盟教会からなる組織であり、日本バプテスト東部組合の流れを組む。1958年に日本キリスト教団から独立している日本バプテスト同盟とは同じ選挙母体ということもあり、 交流を持っている。略称は、教団申請会、申請会である。事務局は、東京の三崎町協会にあるが、その業務に専従している者はいない。2年に一度、新都大会を開く。一応は、日本キリスト教団内の一グループだが、教会ごとに独立性も強い。規則にも、しっかり記されている。また、他の教派グループ、元来のバップテストは、 教団という概念を否定している。であろうとも、同じバプテストの教会ならば、積極的に交流するメンバーがいる。ありがとうございます。